さあ始まりました、発達の集い会議編。というわけで司会は私和樹の本屋さんが進行していきます。よろしくお願いします。さまざまな種類の発達障害を持った人たちが集まり会議をするとどうなるのかというのを今回は見ていきたいと思います。会議の議題は無事決まるのか見ものです。というわけで用意スタート。本日は弊社で販売する新商品について話していこうと思う。各自にいい案はないかね。やっぱりタピオカですよ。タピオカね、若い層に向けてタピオカってのが今流行ってますから、まあちょっと落ち目ではあるかもしれないですけども、このタピオカってブームに乗っかって我が社もですね、そういった戦略っていうのをやっていくべきですね。まあ、もしくは最近でしたら、まあ、バナナジュースなんかが流行ってきてますから、まあ、どこまで行くか分かりませんけども、そこに貼っていくっていうのも一つの手ですね。オート ADHD、 さすがの発想力、どん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 案を出していきます。ノンストップだ。意義あり。正直タピオカブームなんてとうに過ぎてますよ。てか、マーケットのパイが小さすぎるんですね。そうも、そうも。まあ、確かにリピーターが多いことは認めますが、ある通常に触ってみると、40代以上の購入率というのはほぼゼロでしたし、20代においても 40% しか買ってないっていう結果が出てきたんですね。つまりは、あのブームというのは人為的に作られたもので、そこにかけるのは多少危険かと。おっと、すかさずアスペルガ特有の分析能力。理論展開でうまく反応していく。理論で返されると ADHD は多少弱い。ちょっといいですか。おっと、偉そうに構えていた存在がついに口を開いた。さっきから聞いたらさ、みんなずれてんだよね。あまりにも突拍子ないこと言ってたらさ、既存の客が逃げちゃうっつうの。だから今一番うちらがすべきことってのは主力商品、つまり一番売れてる商品を少しずらした商品展開が一番。つまりは例えばそうだな、今で言ったら鬼滅の刃コラボとかがいいかな。さすがの存在方、自信満々に人の意見を否定する。なあ次郎太、お前もそうだろ。あ、いや、あの僕は。お前も同じ意見だろ。俺と一緒にそうだ、この意見押し込む。あ、そうだね。おっと、自動型、完全にファイルとか持って用意してきてるのに、我の強い存在型に流されてしまった。アスペルガーを持ってると真面目なので、いろいろ考えてきたのでしょうが、簡単に握りつぶされましたね。いやいやいや、そんなことさ、コラボ商品で成功した前例うちないでしょ。エビデンスないのに勝手なこと言わないでもらえませんか。責任なんですよね。は、お前さ、じゃあ俺より売れるわけ。ああ、俺は結果だって言ってんだよ。いや、2人とも落ち着いて。おっと、孤立型存在型、我の強い2人が衝突している。普段孤立型はおとなしいのですが、自分の気持ちが入っていることに関してはアスペルガーは譲らない頑固さを持っている。間に挟まれてる受動型がかわいそうだ。じゃあ猫行こうよ。猫ね、絶対猫行けない。 YouTube でもすげえ人気じゃん、猫動画って。いや俺も結構見ちゃうんだけども、いや部長、これやっぱり猫行くべきなんですよ。猫ね、猫動画のそういった人気を乗ってやっぱ行くべきなんですよ。ちょっとぜひぜひね、猫をやってみましょう。おっと、さすが ADHD、 発想力が豊かすぎてもうまとまりがない。多動傾向も相まってものすごい熱量で主張しています。この4人なんかずれている。個々の能力は高いんですが、見事に噛み合わず上司を困惑させる。この後1時間2時間喋っても何一つ決まらず会議が終わるのでしょう。彼らが日の目を見ることはあるのだろうか。今後に楽しみです。以上、本日はカズキがお送りいたしました。発達障害という才能を伸ばす、どうも発達障害カウンセラーのカズキです。いかがでしたでしょうか。発達障害を持っている人が会議をするととんでもないことになるということで、あなた、いやあなたの周りでは、まあそこまで極端ではないけれども、似たような人、似たような光景広がっていませんでしょうか。ADHD やアスペルガーというのはそれぞれ素晴らしい特性があるのですが、その特性というのは使いようによっては悪く作用してしまうことがありますので、後半ではじゃあそれぞれの特性とどうすればそれぞれの発達障害人がいい結果を出せるようになるのかということをお話ししていきます。というわけで、発達障害の特徴、まず ADHD から。 ADHD を持っていますと、まあ発想力がとても豊かで、いろんな話、いろんなアイデアを出すことができるんですね。そう、アイデアマンなんですよ。それが故に企画とかデザインってのを考えさせた天下一品、よくそんなこと思いつくな、なんて周りからも一目置かれます。あの iPhone を生み出したスティーブ・ジョブズなんかももともとは ADHD ですから、あそこまですごい天才になるっていうのはね、まれですけれども、現場レベルでいいアイデアを出すなんていうのはね、やっぱり ADHD 得意です。ただ
注意点としては、あまりにも発想力豊かすぎて話が脱線してしまう、全然関係ない話までパン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 出てくるっていうのは注意してほしいんです。もちろん多少の脱線でしたら会議を盛り上げたりとか、そこから新しいアイデアが出てくるなんてこともありますけれども、それがあまりにも強いと会議の進行にまで影響が出てしまいますので、絶対にブレてはいけないポイントというのを押さえてください。なので ADHD の人が周りに認めてもらうためにぜひやってほしいのが、まず話し方を勉強するということです。例えば結論、理由、具体例といった伝え方というのを学んでおけば、これはどうですか、これはどうですか、あれはどうですかといって話が飛躍しすぎて相手が理解できないなんてことを防げます。また企画や業界に関しての正しい知識詰めというのもぜひやっててください。やはり無から有ってなかなか生まれないんですよね。アイディアというのはいろんな有を組み合わせた結果、素晴らしいものが出てくるものです。先ほどの iPhone だって全くスマートフォンというものがない状態から生まれたわけじゃなくて、いろんなスマートフォンがあった後、スタイリッシュなデザインは何だろうって言って iPhone が生まれたわけですよ。なので ADHD を持っている方、アイデアを出すのは得意なんだけども、うまくまとめられないんだよなという方は、伝え方と企画に関しての正しい知識詰めというのをやっていってください。そして次にアスペルガーの孤立型、これは孤立型に限らず、アスペルガーを持っている人というのは論理的に考えたりとかプレゼンテーションをするというのがとても得意なんです。どちらかというと研究者タイプという感じです。だからこそ一つのことに関してはとことん詳しいし、いろいろやってくれるのですが、あまりにもこだわりが強かったり、融通が効かない、空気が読めないなんてこともあります。もちろん仕事であるとか自分の企画に対してプライドを持ってこだわるというのは大事なのですが、やっぱり言い方って大事ですよね。先ほどのコントのように、悪気はないんだけども人をイラつかせたり傷つけたりするってことがよくありますので、言葉遣い、言い方は間違っていないか、この伝え方をしたら相手は逆上しちゃうんじゃないかみたいなこともね、ぜひ頭の片隅に入れておいてください。どんなにいいアイディアでも相手を怒らせてしまったら受け入れられないですからね。そしてアスペルガー存在型、とにかく態度がでかく自信満々、オラオラ系という言葉が似合う、これまた空気の読めないタイプです。ただこういうタイプってリーダーには向いていて、周りを引っ張ってくれるありがたいタイプでもありますので、一人いるとチームがまとまりやすいです。ただあまりにも我が強かったりとか、存在方が先輩とかではなくフェアな人が周りにいると、意見のぶつかり合いなどが起き、トラブルの元ですので、孤立型にも言えることですが、自分のアイデアが一番とかではなく、どうすれば会社に一番メリットがあるのかという前提でぜひ物事を考えてみてください。そして最後、アスペルガー自動型、真面目で誠実、いい人というイメージですかね。もちろんそれはアスペルガーに言えることなんですが、前半のコントのように準備をしっかりしてくれるタイプです。だからこそ頼りがいはあるのですが、ちょっと気が弱かったりとかイエスマンなところもあるので、周りに我の強い人がいると割を食らってしまったり、自己主張ができないなんてこともあります。コミュニケーションがとても得意なタイプではなかったりしますが、仕事は仕事ですから、適宜伝え方であるとか断り方なんてのも学んでおいてください。以上、 ADHD、 アスペルガー、孤立型、存在型、受動型の会議を紹介しましたが、なかなかカオスでしたよね。もちろんある程度ぶっ飛んだ人がいるというのも面白いのですが、ちゃんとまとめ役も必要ですので、結局はバランスなんですね。今日のお話を参考に、自分はどのタイプなんだろう、同僚はどんなタイプなんだろうということを考え、そして気をつけなければいけないことというのを意識し、日々の仕事を頑張っていてください。僕は普段このように発達障害を持った人の人生がより良くなるような動画を毎日投稿しています。より多くの人が幸せになりますように、この動画の拡散およびいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。また僕は発達障害カウンセラーですので、あなたの悩みを解決することができます。仕事がうまくいかないんだよなとか、もうストレスがやばすぎて辛いという方は1対1でカウンセリングさせていただきますので、ぜひホームページからお問い合わせください。オンラインなどでも対応いたします。発達障害を持っていると仕事で困ること結構あるんですけども、特性の生かしようによっては才能を発揮し、使える人材、輝かしい人材ともなりますので、ぜひ長所を伸ばしていってください。あなたの幸せや成功を心より応援しております。以上、和樹でした。